その恋のクレイジーロードを私の知り合いのプロデューサーに見せたら、まあ面白いねという話になって、はい、なんかこれをもとに続編とか作れないのみたいな話になって、でそのプロデューサーがあるところにちょっとその話を持ってったら、まあちょっと低予算だけどこれぐらいだったらお金出しますよと、結構すぐ出せますよみたいな話になって、で私も話を聞きに行って、あのただその時は私は結構スケジュールが埋まってて、もういつ取れるかわからないような感じだったんですけど、まあもし何かの仕事がこうパッと飛んじゃったりなくなったり延期になったりした時に撮らせてもらってもいいですかって、その話をしたのが2019年の10月ぐらいだったと思うんですけど、でその時に向こうの人が、あいいですよと、お金出しますよと、急に話が来てもというふうに言ってもらったんで、じゃあその時は来たなと思ったら、その後すぐちょっと年明けの仕事がなくなってしまいまして、空いたなと思ってでちょっとまあ、プロデューサーを経由して、突然ですけど、急ですけど突然でもやらせてもらえるって言ったんで、やってもいいですかというので、急遽まあ、年明け1月あたりに撮影の想定で、まあ、話を考え始めて撮るに至ったっていう感じですね、はい、一番最初に書いたプロットはものすごく膨らみすぎて、ちょっと予算的に無理な感じになってしまったんですけど、まあそれをこう徐々に決まっていくキャスティングに合わせながら、でまあロケ班というか、まあ品班みたいなことをして、まあちょっと現実を見ながらそれに合わせていって、ちょっとお金的には縮小していきながら、内容的にはもっとこう煮詰めながらっていうのをやっていって、まあ話を作っていった感じですね。ちょっと最初はだから逆にその爆発しすぎちゃって、まあ、ちなみにその最初に書いたプロットはパンフレットに掲載されるので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。最初はこんなでした。結構恋のクレイジーロードで全国のミニシアターもたくさん回らせてもらったんですけど、うん、その合間に普通にトークショー内のお話だったり、なんか移動中だったりとか、いろいろなんか続編やるんだったらどんな感じにするみたいな、うん、いうのが話出て、でまあそうですね、そうやったらこうですねみたいな感じをなんか妄想でいろいろ話をしてたら、まさか本当に実現するとはっていうところで、うん、正直びっくりして、でちょうどこのタイミングで撮りますってなって、で僕もたまたまそのタイミングがちょうど空いてて、あ今ならじゃあ今撮るしかないっていう、なんかその熱量がガッと撮りたいっていう気持ちと今だっていうのでガーって集まって、で実際5日間ぐらい短期間でブワーって感じでエネルギーを取ったんで、すごい楽しかったですよ。僕もこういった役柄を今回獣化するっていう、こういうのはなかなかやれないんでね、いやもうもちろんもう2つ返事で、はいやります、やらせてくださいっていうのでやりました。ちなみにこれ5日間のうち田中君の参加2日目からだったんですけど、一応そのスケジュールに合わせて脚本を書いたんで、初日から入ってたらもうちょっとシーンが増えて、多分セリフももうちょっと増えてたりとか、いろいろね、いろいろスケジュール的な問題どうしようもないのがあるのでそういうことだったんだね、もしかしたら増えてた可能性はあったと、全てはもう現実に合わせて現実ですよ。だから田中君がいなくても済むシーンというのをそれでまあちょっと書いたことによって、逆にその他のキャストの見せ場はしっかりと増えることができてたりするんです。全部はもう現実が演出してくれた感じですね、はい、まあでもとにかくその短編をプロトタイプとしてこう新しく作り直して、まあ全体的にパワーアップしなきゃいけないっていうふうに思ってたんで、パワーアップして、まあとにかく見た人が何ですかね、まあ満足ができる、満足度の高い作品にしたい、そういう娯楽作品にしたいなっていうのは思ってますね。なんかあとリブートって言ってたんですけど、なんか自分の監督としてもこうある種のリブート作というかですね、うん、ちょっとなんかリセット作というか、うん、なんかそんな作品になってるような感じがしますね。その割とその今回仕事として作った作品では一番自分にとってフラットな作品を作れたなと思ってるんで、
まあ、無理のないというか、自分が本当に面白いと思えることだけをやったっていう感じなんで、でまあ、ね、あのアクションのイメージは自分にはなかった、あの人にとってはなかったけど、自分はずっとやりたいと思ってたことだし、あのバラエティ感のあるその音楽みたいなものも劇場みたいなものもずっとそういう風にやりたかったっていうのもあるし、まあユーモア混じりのバイオレンス混じりの、まあ、ラブストーリーみたいなものもずっとやりたかったことなんで、なんかすごい自分としてはちょっとリブートした、リセットした、監督としてもみたいな、これからリスタートするみたいな気持ちではありますね。そういうことはあんまり制約とか縛りはなかったってことなんですか。そうですね、お金ぐらいですよね。はっきり、まあ、お金はこの中でっていうのがあって、あとそのこういう部分にあれやれこれやるっていうのはなかったってことなんですか。ないですね。あ、だからそういう部分がすごいフラットに僕らも感じるんですよ、はいはい、自由にやらせてくれればこういう面白いものは作れるんですよっていう、その、はいはい、名刺代わりにはなったかなっていう。あ、いやいや、確かになってると思います、はい。シャイさん最初に作らせてもらったそのクレイジーロード自体っていうものが、まあなんかいつかはなんかこんなことできたらいいねって、さっきの本当に田中さんの、あのお言葉じゃないんですけど、まさかこんなに早くに、まだそのクレイジーロードをまだ上映してない場所があるのにもう次のリブートができたっていうのは、なかなかやっぱりそのスピード差は結構大事だったかなとは思うんですよね。でそうするともうこれからは多分同時に見る方たちもいますし、まあ本当に前も言ってたんですけど、やっぱりつなげて、絵をつなげて白石さんがやっぱりすごいものができましたっていうのを聞いて、本当にいろいろ白石さんの過去の作品で好きなものもあるんですけど、あ、白石さんがなかなかそうやって言うのって本当に珍しいなと思っていたの でどうなのかなと思って見た時に、あ、まあ、これは本当に確かに白石さんは本当にその、まあ、お金の制約はね当然あるものではあるんですけど、それ以外に制約はない時の白石さんのやっぱ強さっていうのはこの映画にすごく出てると思いますし、あとやっぱりその中で本当にこう、まあ、白石さんもずっと田中さんとこう長編をねやっぱりこうやってみたいっていう思いにこう応えてる田中さんっていうのもやっぱり映ってると思うので、その分に関しては、まあ本当公開してからどうなるかはまだこれからなんですけど、まあやっぱり見ていろいろ言ってもらえる映画にはなってるんじゃないかなと思いますね。だから僕もそのダブルミンツっていう作品を見せていただいて、で、あ、本当にこういう役者さんがいるんだっていうことにまずそこで気づかせていただいて、ですぐに白石さんにやっぱりそのダブルミンツ見てほしいですって言って、やっぱりもし田中さんで1本なんかできたらいいですねっていうところから始まったのがクレイジーロードだったので、ただそのクレイジーロードからそのけだものの間にやっぱり田中さんご自身でこう出られてる作品って、でやっぱりそのテレビドラマだったりとかお芝居もあったと思うんですけど、やっぱり僕はどうしても映画で見ちゃうところがあって、でその一つの分岐点がやっぱミッドナイトスワンだったんですよね。でそれあれを見るまでやっぱり先にけだものを見ていたので、その間に撮ってたのが、うん、多分スワンですよね、そのウィンタースワンなので、ということはけだものより前の芝居が見れるなと思ってたんですけど、でもアートミッドナイトスワンがどう出るかによってはやっぱりけだもの の印象は変わってくるんだろうなと思ったんですよね。けだものはその後に出た映画だったので、ただやっぱりミッドナイトスワンをこう見た時に、あ、なんかもう多分その後まあ、けだものであるんですけど、もうそこで多分ある種一つ覚醒してるものがまたあったんだなとは思いましたね。でそれでなんか本当にそれ以降にけだもの出てもらえたっていうのは非常に嬉しかったですね。だからそれがまた位置が変わってきてると、まあそれがすいません、ミッドナイトスワンに、あとそういうこと言うのは怒られるかもしれないけど、ミッドナイトスワンにそのパワーがいっちゃうわけじゃないですか。けだものの先に開花したものがミッドナイトスワンに行くんじゃなくて、ミッドナイトスワンで開花してくれた田中さんがそのままけだものに来てくれたので、ああだから多分例えばファンの方とかも、もう多分今はもうミッドナイトスワン公開されてるので見て、まあ、タイトルクレジットはちょっと名古屋は後にけだものの後になっちゃうんですけど、多分もうすごいと思ってると思うんですよ。それをさらに超えるのはけだものかなと思うので、その分はやっぱり田中さんはさすがにこうホップステップ、なんか永久的に手の届かない役者像というか、それを追ってる役者さんに出会えて本当幸せだなと僕はもう思いましたね、単純に。まだだから
ああまあ、あけだものの次のにまた芝居する映画はまたおそらく違うパワーで向かっていくんだなと思うと、うん、まあ、早くまた白井さんと組んでもらってそのパワーをもらって次の白井さんで出来ている時はなんか貯めて爆発してもらえるといいなっていう役者さんに成長してしまいましたね、田中さんは。してしまいました、してしまいましたね、本当に。まあそれは田中さん自体はもう当たり前ですけど、やっぱりこうどん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 アップデート、うん、役者さんとしてはしてるとは思うんですけど、でも自分が直接関わってるものは本当けだものだけだったので、本当クレイジーロードからけだものの間にああいうこうやっぱりもう大きい作品だったりとか、やっぱりいろんな現場ってくるとけだものの時に開花してもらってよかったなっていうのはちょっと思いましたね。いやもう実質二役演じてるようなもんなんで、うん、そのすごい気弱な青年が獣化して凶暴になるみたいなところで、もう全く違う役柄なんで、そこの2つを、まあ、両極端な2つの役を1つの作品でやれるっていうのは、まあ、もちろんすごい楽しいですし、私獣になるなんてね経験できないんで、多分もうないんじゃないですか、このシリーズじゃないと獣になる映画なんて多分経験できないですよ。いやいやでもいや、ね、わかんないですよね、これはちょっとね。ライダーに呼ばれたりとかさ。あ、そうそう、ライダーに呼ばれたりとか。いやもうそんな年齢。いやいや、わかんないですよ。ヒーローに呼ばれたりするとこんな頭のライダーいないですよ。いやいやいや、わかんない。悪役が。悪役が。そっちか。あ、そっち。けだものっぽいやつに。あ、そっちね。でも、ね、業界の人は、あ、このスイッチの入り方結構いいなって思う人いますよね。いや、いると思いますね。こっから恋する獣から獣俳優獣俳優獣やらすならあいつやなってでもなんかこうスイッチの入れ方とかなんかそのまあちょっと分かんないですけど、いい役者さんってこう骨格を変えたりとかする部分とかあったりとかするじゃないですか。なんかジョーカーのファーキンフェニックスとかなんか なんだこの骨格とか、なんかそういう意味でその変わる瞬間に意識したこととかってあったんですかね。いやどうなんでしょうね。その、まあ、前回その恋のクレイジーロードで、まあ、あれは多重人格でもう一個の人格が現れるっていう、その人格が現れる時に僕は意図してなかったんですけど、出来上がり見たらバキバキバキっていう骨格が変わる音が入ってて、でそれはシャイさんが入れてくださったんですけど、まあ、そういう僕の芝居見た時になんか骨格が変わってるような、感じに見えた、だから入れたっていうことをおっしゃってて、で僕もそれを聞いて声くれ見て、あ、そう確かに意図してなかったけどそう見えるなって僕も思って、で恋するけだもので、あ、じゃあそれ取り入れてみようと思って、骨格が変わるお芝居をしたんですよ。だからなんか面白いようにその恋くれからなんかその監督と僕とでなんかこれを なんていうんですか、さらに進化していく、もうなんか互いに作り上げていったみたいな感じでキャラクターができたみたいな、お芝居ができたみたいな感じですね。芝居だけで本当に変身したように見えたいなっていうのはあって、まあお金かけられないし別にこう特殊メイクする時間もないっていうのもあるんですけど、結構恋のクレイジーロードを見てるといけるなって思ったんで、芝居だけで、なんで芝居だけで、あとはまあその照明の変化はちょっとあるんですけど、色がちょっと変わったりとか、あとはその逆光をこう使ったりとかっていうのはあるんですけど、やっぱり一番は田中君のそのまあ、あれ田中君の変身シーン見て、あれ特殊メイクしてるって言った人が2人いますから、でカラコンとかしてる、いやしてないです、生の白目、生の表情です。でも確かに確かめたくなる感じはあったんですよね、僕もあれなんかやったかなみたいな、それ
だから芝居で見せれたんですよね。だからね、そこは田中もう獣俳優ですね。獣俳優毎回あれ、あの力みを要求されてはまらない。あれあれって、恋するけど、あれやって、あの白目お願いできますかっていう可能性はありますね、ちょっと。あれ、でも白目できてましたよね。そう、必要かな、この白目みたいな。やっぱでも、目と口元とか ね、やっぱそれは役者の演技によるものなんですよね、多分。あと力みとか、うん、息を止めてたりもするのかな。息は止めてない。僕どうしてたっけな。頭に血が昇ってそうな感じが。あ、そうですね。あの、そうですね、その、なんか、まあ、し、バーンって行く飛ぶ瞬間はなんか白目は意識しましたけど、その骨格が変わるってどんなもんなんだと思って、で自分でなんか動いてみて、うんで、その絶頂ですよ、絶頂を迎える瞬間絶頂を迎える瞬間はやっぱりなんか力をかなり、なんか変な、なんかすごいこの辺に力を入れて、はいはいはい、そしたら出来上がったらもう血管とかブキブキブキ浮き上がったりとか、顔面も、ね、そう、顔面が歪んでるような引き連れですね。歪んでますね。それあれが特殊メイクっぽいですよね。その目にあのライトも反射してギラギラしてるし、はいはいはい。だから僕も出来上がり見てびっくりしました。うわ、なんかこんな、なんか気色悪い変身の仕方してるんだ僕頭って。メイクもね、してないのね。田中さんご自身での、 あの反応でなるのちょっとすごいですね、これは。あんまりこう見た人でそんなに気づいてくれる人はいないですけど、割とその昨今のジェンダー問題をはらんだこうキャラクターにしてましてですね、ああいう、まあ、外見かなり男性に見えるんだけども、まあ、で要は女装にしか見えない、あのヒゲだって生えてるしみたいな人なんだけども、まあ、本人は女性として生きてるんですよね。完全にマインドは女性で、でただ外見はああいう外見で、で名前は聞かれたら江野翔平となる、でも女性だっていう人がいても、だっておかしくないじゃんって思うんですよね。その人がそういうマインドなんですから。でもそれをまあ一見やっぱりおかしいと思ってしまうっていう中で、でも彼女がその純粋に生きて、まあ、愛する人を求めて純粋に生きてるっていうところをまあやりたくって、宇野くんはそれをまあこう本当にうまく飲み込んで膨らませてやってくれたなっていうふうに、まあ、ピュアさ爆発してやってくれたなと思いますね。そうですね、はい、あのキャラクターってすごい恐ろしい感じにもなりかねないですけど、宇野さんがやるとなんとなくユーモアが残るっていう、少しやっぱりちょっと愛嬌が可愛い。まあ宇野くん素晴らしいのはやっぱり凶暴な役をやってもそこに愛嬌を出せるっていう、ちょっと昭和の俳優っぽい感じが、それは本当に宇野くんの稀有なところだと思うんですけど、今回はそれは、まあ、特に可愛さは結構、まあ、でも爆発してるんですけど、見せた知り合いのプロデューサーとかには、うん、本当に宇野くんが気持ち悪かったです。そういう人がいて、そういう人もいるかと思いましたね。いやもうもちろんもうずっと僕も大好きな役者さんだったんで、まあ恋のクレイジーロードで初めて共演して、もうエネルギーにびっくりして、うわめちゃくちゃ来ると思って、確かに今までその白石さんの作品は結構爆発するパワー炸裂の役が多いですけど、比較的になんか溶け込む、街中に溶け込むような役柄が結構多いと思うんですよ。だからそんな、なんかそういうイメージで相対してみたらもうびっくりしちゃって、外見からして溶け込めない外見してます。もうこのね、すごいクレイジーローズにしかり恋するけどものも圧倒されて、でもその時に僕はそのエネルギーに飲み込まれたくない、そこに立ち向かっていくんだっていう気持ちで恋のクレイジーローズをやったんで、まあ、今回ももう来るのは分かってたんで、もちろん僕は構えて、さあ、いつでも来いっていうので、ファイティングポーズとって、
でブワー来て僕もそれしっかりガードしてもう抜けたとこパーン打って打ってみたいなっていうのをお芝居として、うん、やれたんでまあ楽しいです宇野さんと一緒にお芝居するのは。うん、だから今回はがっつり2人でいろんなシーンやったんで恋愛的な要素もやりましたしねやりましたし必見ですよね、そう本当にね、恋に落ちる瞬間もありましたし、ね、アクションをバチバチにやるとこがあったんでちょっとねまだまあここで終わるとは思わないので作品的にも僕たちももっともっと出せるパワーをね、いろんな作品積んで積んでさらに大きくしてちょっとまたぶつかり合いたいなと思える役者さんですよね、宇野さんって。2007年ぐらいだったんですけど、でそれで本当に同い年でまだその頃は多分まだ全然駆け出しというか、まあ、ずっとインディーズ映画に出てる中で、まあ、前田浩二っていう宇野くんのコンビの監督でやってる、うん、まあ、まさにそれこ そ, その宇野くんのあれ宇野でよかったですよね、はい、という映画が前田さんの映画があるんですけど、それを見た白石さんがまさにその名前が江野になって変わって今回の、うん、本当にというか、まあ、白石さんの中の映画の中で一人のキャラクターとして江野翔平っていう名前でいて、僕もなんか宇野くんって白石さんの映画に出たらどういう風になるんだろうっていうのは、まあ、ちょっと思ってたところがあって、それこそ最初は多分オカルトでよかったですよね、多分オカルトって映画に出た時に、ああやっぱりなんかこの人この役者はすごいなと思って見てたんですよね。でその頃そうこうしていくうちにどん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 彼がいろんなところに呼ばれるようになって、それこそなんかなんだか田中さんがやっぱりスコールで見てくださったその大森さんのやっぱり坊ちゃんっていう映画で、うんうん、まあ本当に水沢慎吾となんかもう本当にある種のそういう役をやらせたらナンバーワンの2人がこう共演して宇野くんと出てる時見た時に、なんとなくやっぱりいつかそれは宇野くんと田中さんがやれたら面白いだろうなと思っていた矢先にその18分のマクレジロードができて、なんかなんで今回まあ86分でよかったですね、白井さんね、やるけどものがで、そのほぼほぼの中で一番多分共演してるのは田中さんがその宇野くんと対峙しちゃってるんですけど、なんかふとこの間見てて思ったんですけど、毛玉の他の宇野くんの映画見ててもなかなか宇野くんとこう共演時間が長い人ってもしかしたら上岡大輔の安田さんかなと思ったんですよなんですけど多分今田中さんですね、おそらくあそこまでの共演で、なかなか宇野くんってそのピンポイントでいつも出てきて、でピンポイントでこう印象を残して去っていくところが多いんですけど、白石さんの映画に一つの作品の中で中ですね、一番多いので、白石さんの作品だからとやっぱり白石さんじゃないですか、白石さんが要するに監督出演されてて、それに対してフィルターの向こう側にいるのが宇野くんだったので、実際共演ではあるんですけど、まあ一緒には画面に出ることはなかったでですけど、でそんな中で冒頭に言った、あこれ多分田中さんが一番多分、まあ、組手も やるしで、まあ、恋愛要素もあって、宇野くんもなかなか恋愛要素っていうのはあんまり僕もちょっとイメージがないので、宇野くんの話をしてると救急車が迫ってくる、ね、だいたい大体無責的なことを言いますからね、そう考えるとやっぱりなんか見ててこっちの幸せでしたね、一番好きな、うん、まあ好きだったよ、宇野くんは僕に対して結構ひどい扱いしますけどでなんかその何十年見てきた宇野くんがなんか自分と一緒に何十年その要するに役者として見てきた宇野くんの何十年も見てきたんですか、何十年ぐらいじゃない、もう2007年からだから13年ぐらい、十三年ぐらい見てきたその宇野くんの中のフィルムグラフィーの中でやっぱりなんか多分田中さんが一番多分対峙してやってるけど、田中さんにとってもあの役者モンスターみたいな人は大変だよね、ある意味刺激を受けると思うんですけど、ある種どう攻めてくるか全然分かんない人だから、だから逆に田中さんはすごくやりがいがあったんじゃないかなと、だから18分では多分やっぱりそこはまあ言い方悪いですけどちょっと消化不良だった田中さんも
もしかしたらやっぱり今回の86本は消化したとは言わないですけど、僕もそれなりにやっぱり今度はもう真っ向から当たってくるっていうところがあったので、うん、なんか見ててすごく幸せでしたね。なんかお互い2人を知ってるからの幸せはもちろんあるんですけど、なんか映画ファンでよかったなっていう、うん、あこういうことになるんだ、しかも監督は白井さんの元でってなると、やっぱりなんかある種すごく昔から関わってるのに興奮しましたね、見てて。あ、こんな組み手するんだ、宇野くんのアクション見たことはなかったので、なんか、ね、その場で騒いだりはあるんですけど、あってやっぱりこうしゃあの攻撃的になったりとか、あんなに派手に動く宇野くんのもあんまり見たことがなかったの でだいぶ苦労はしてましたけど、だいぶ苦労はね、宇野くんも言ってましたけど、だいぶやっぱり、まあ、やったことね、なんか彼はやったことないことをチャレンジさせると結構面白い結果になるので、それはやっぱりなんか一映画ファンとしてもすごく幸せでしたね、見てて。いや、なんかもう普通に街中でなんか中高生とかがフラッと間違えて入っちゃって見てほしいっていうのもあります。何これ、そうビジュアル見て何これ、なかなか見ないポスタービジュアルでもあるんですよ。確かにそうそうないんで、あのビジュアルはちょうど今もね、いいですよ、若い方見てます、ね、ちょうど今、あれ高校生ですね、恋する毛玉を見て去っていきましたね。自由の黒もた兄ちゃんそうちょっとね、そう、ああいう子たちが、なんかの間違いで入っちゃって見てたの、本当にね、今ね、そう、今、本当に見てました、目にはね、注目、注目ありましたね。そう、だからそういう子が見て、なんか、こういうミニシアターでやってるなんか面白い映画があるんだってことに、気づいてほしい、衝撃受けてほしいです、なんじゃこれっていう、そのような映画にもなってほしいなと思います。いろんな人に見てほしいですし、なるべく子供に見てほしいですね、私は。はい、いつも子供に、いつも小中学生に向けて映画を作ってるんで、小中学生に見てほしいなと思ってます。これマジですもんね。はいはい。で、バイオレンスも、まあちょっとだけセクシーな部分も、ブラックな部分も全部こう、なんか感性が柔らかいところにこう浴びせたいですね、この映画。まだね、染まる前のね、いろんなわけ染まる前の確かに人が虐げられるとはこういうことだみたいなところも含めて、でも小中ぐらいで見たらいや結構変わると思うんですよね。何これって感じになりますよね、多分。そうですね、なんか白井さんと一緒でちょっと幅広く見てもらうのと、あとなんかやっぱりまあそれはすごくちょっと大げさな言い方かもしれないですけど、なんかやっぱりジャンル映画ってジャンル映画だっていうことで避ける人たちがいるんですよね。やっぱりなんかその人たちにちょっと罰をね与えたい一方だと私は思ってるのでその避けてきたことの結果損をしてましたねっていうことを言える映画だと思うんですよね。なんかホラーだとやっぱり苦手とか、なんかもうビジュアルだけでっていう人って、ジャンル映画ってやっぱりなんかそういう人ってなんかまあなんていうんですか、映画を見るときにやっぱりそういうところでちょっとこう区別させられたところがあるんですけど、でもやっぱ今回は本当になんか見てもらってからのその食らうものも多分いろいろ面白いと思いますし、うん、見る前になんかこう期待していたものはまあ裏切られないところの面白さもあるし、あとはやっぱり当然田中さんもそうですけど、宇野くんみたいにこう全然知らない人が見て役者さんの面白さを知る一本でも、まあ上野さんももちろんそうですけど、この女優さん誰っていう風になる映画、後でまたなんかいろいろ調べたくなる映画でも一本、そうするとまあクレイジーロードがあったんだとかなると、そこへまた映画でこうなんかつながっていけるといいなと思うので、まあ、でも白井さんに言うと確かにちょっと小中学生のファンが見たいですけどね、まあ、どういう風に撮っていくかっていう、それこそやっぱりなんか純粋な感想がおそらく出ると思うので、まあ、それも含めて、まあ、当然これはね、見れますからね、年齢的に制限はないので、まあ、そこを含めてなんかすごいみんなでエンタメってこうだよねっていう楽しみ方で来て、していただけるといいなと思います。自分が子供だったらすげえ楽しんでみたと思います。いやー、それも思いますね。